とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーシーズン5、5周やっていきたいと思います。なかなかね、いいのは出ません。でも、高速周回できるので、狙ってはいけるはずです。で、どうしてもね、このボスが、時間かかるんだよね。装備を結構いろいろとね試してみたんだけども、やっぱりねバーストクロスボウこれでね倒した方が一番早いかな。なんかもっといい方法があれば教えてください。うん、今のところはドラ使ってバーストクロスボウの、森、これが一番早いんだよね。とにかくここを一体潰しとかないときついんで、とにかく一体潰すだよね。これが俺のやり方なんだけど、あーいた。で、本物の見分け方はテンポセットだよね。テンポセットのこの色がついてるやつが当たりです。これはわかるんだけども、もうちょっとね早く倒したいな、サクッと。あ、でもまあこんな感じだったか。そうね、シーズン4がワンパンできたんでなんか早く感じただけで、そうでもないのか。はい、まあとりあえず1周目なんでしょう。5周やるからね、結構時間はかかりますね。あははは、ひどいひどい。まずいりませんで、破滅もちろんいらないな。ささやくもいらないんだよな。でもね、タワーではね、この2つ使っていったりしてたんだけど、普通ではね、使わないのよね。どっちかというと、これ耐久用の武器だと思うのよ。敵を寄せつけないとか、影に隠れて攻撃するとか。通常ではね、もっと時間かけずに行きたいので、必要ないんだよね。ということで、ベビー。これにしましょう。売りましょうかね。では、2周目、行こう。それでは、2周目、来ました。あ、ちなみに、正攻法で言ってません。裏技、使ってやってます。どうでしょう、2周目。正攻法で言ってもね、全然、いけるにはいけるんだけど、時間かかるっていうのがね、正攻法で行くと、ちょっと30分ぐらい、時間かかってしまうので、裏技を使ってやっていきます。裏技使えば、まあ、20分ぐらいかな。あぶね、死ぬ死ぬ。めんどくさいなこいつ、本当にめんどくさいやつだわ。よっしゃー、ふー、いや、 やっぱり若干強いね。今までのやつの中で一番強いかもしんない。まあまあいいや。とりあえず、2周目。行きましょう。あ、ジャングルの巨人も結構嫌いだったな。どうだ？渋いな。まあ、バーストゲール棒は、エンチャが良ければまあまあ使えるか。でも、まあ、クールダウン編成の、バーストゲイルはもうすでに1個持ってるもんね。まあ見ていきましょうか。マウラーズいらない、破滅もちろんいらない。どうでしょうか。あー、惜しいね、惜しい。これもともとロールチャージついてるんでかなりいいんだけど、バーストボーストリングいいね。でもう一つに真ん中だな、真ん中にクールダウンショットが欲しかったか。まあ、いいか。いいや。いらないな。まあ、とりあえず、これでいいです。次！それでは、どんどん行きましょう。なんか、出ないな。出ないな、本当に。出ないな。いや、まだまだね、このシーズン
5になって、まだそんな行ってませんよ。そこまで周回はしてないけども、そろそろ出てほしいんだ。あと一発、どこだお前か。よし、テンポセフトで色が変わってるから丸分かり。では見てみます、お願い。あ、今ちなみに夕方です。ダメだ、夕方がやっぱね一番出やすいとは思うんだけどね。破滅、いや違う、これは殺戮か、破滅か。いや、エンチャが全然ダメだ。勇者、うわひどい、今回ひでえな。まあ破滅売るしかないね。これはこれでいきまーす。次、ではでは4周目行こうか。これ普通に戦ってみようとか、思ってねやるんだけど無理だね。普通にやるとマジでこいつきつい。本当に何なのっていうぐらいこいつきついんだよね。なぜ攻撃当たんないお前たち。じゃあもうちょっと簡単に倒せればいいんだけどな。よっしゃ、どこだ。あ、いたお前か。あ、でも今は当たるな。最初のうちがなんか若干無敵感があるんだよねこいつ。終わり。最初だけか、回避率が高いみたいな形は。最初のうちって攻撃当たんないんだよねあいつって。まあそういう特性を持ってるんでしょう。クリアです。どうだ、お願い。うわぁ、ひどいなぁ。シーズン5、ひどいぞ。5、ひどいぞ。お、まあ、狼いらないね。で、ソウルフィスト、もちろんいらないし。おぉ、流れ込む魂ついてる。ソウルフィストに、魂、流れ込む魂は珍しい。けど、いらないな。いらねえな。いらない。もうこれ、売りましょう。それしかないね。出ないなぁ。ラストお願い。それでは、ラストです。お願いします。ちょっと壁沿い伝っていこう。いや、無理か。ショートカットもしかして、できないかなってちょっとね、期待したんだけどな。できるはずないか。いけ、危ない。ああ、思いっきり食らってる。じゃあ、いや通り抜けるよ。なぜだ、本物かわからん。あ、いた。 OK、 テンポセットが入ると本物がわかりやすい。どこだ、あ、いた。しゃ、オーケー。ではラストだね。なんかいいのちょうだい、お願いします。最後なんか来て。ダメか。ゴーストキンドラ、見た目好きなのよ、これ。見た目好きなんだけど、能力としては若干いまいちなんだよね。いりません。バーストクロスの方に、ダイナモ貫通あれば、これ強いだろうけどね。どう？いやー、使わないな。どうしようもない、どうしようもない。もうこれでいいです。また撮影以外で出ましたね。やっぱり1周10分
以内ぐらいでいけるんで、めちゃめちゃはかどる。すっごいはかどるね。今回はこれ。闘志の締め具、黄金、出ました。まあ、弱体化の1だけども、20% ダウンか。まあ、そこそこだね。エンチャントは十分に強いと思います。輝き、クリティカル、旋風。めちゃくちゃ使っていけるね。締め具の263、2つ目、ゲットです。3つ目か。あ、1個はプレゼントだな。はい、とりあえず、出ました。ゲット。はい、ということで今日も5周しまして、その後回ってたら1個ポロッと出てきました。こんな感じで毎日1個2つなんか出てくれればすっごい溜まるよね。3週間でものすごい、いい装備が溜まりそうな気がします。まあ修正が来なかったらっていうところだけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。